セブンスターチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。12月に入ってますます冷え込んできましたね。今回はこれからの季節に向けたアイテム、ミニ純正アクセサリー、氷雪道走行用スノーソックスのご紹介をいたします。紹介するのはミニ宝塚ジーニアスの三又です。最後までご視聴よろしくお願いいたします。こちらが雪の上でご使用いただけるスノーソックスです。サイズは XS、S、M の全部で3種類あり、15インチから19インチまで対応しております。また装着時に必要なグローブも付属されております。特殊な繊維がスタッドレスタイヤと同じ動きで、タイヤと路面間の水膜を吸収してグリップ力を高めます。軽量コンパクトで女性でも簡単に着脱可能で、予期せぬ悪天候にも安全を保ち、乗り心地も快適な布製タイヤ滑り止めスノーソックス。繊維規制にも適合しているので、これからの冬愛車に備えておきたいアイテムです。こちらのスノーソックスをおすすめする方は、雪が少ない地域にお住まいでスタッドレスタイヤに履き替えない方、一冬に数回ウィンタースポーツや降雪地域のレジャーにお出かけの方、金属チェーンを好まない、また金属チェーンの装着に不安のある方、新しくなったチェーン規制に備えておきたい方、一つでも当てはまる方にはおすすめのアイテムです。装着方法をご紹介いたします。まずはタイヤの上部にスノーソックスをかぶせます。タイヤ面に沿って可能な限り下の方までかぶせましょう。円形になるように形を整えます。そしてタイヤ半周分前方か後方に車両を動かしてください。残りの部分をかぶせて取り付け完了。これで運転できます。こちらのスノーソックスは独自のセンタリング機能があるので、走り始めると自動的にしっかりとタイヤの中心に合っていきます。グローブもついているので嬉しいですよね。女性でも簡単に装着できます。 F54 ミニクラブマン、 F55、56、57、 3ドア、5ドア、コンバーチブル、 F60 ミニクロスオーバーはメーカーが検証済みの車種になりますが、その他の車種、サイズへの適合は保証対象外となりますのでご注意ください。スノーソックスを装着時は必ず40キロ以下で走行してください。 ESC をオフにしての走行を推奨します。軽量コンパクト、耐久性の高いスノーソックス。今年の冬は昨年より寒くなる予想なので、急な積雪の際に愛車に備えておきたいアイテムですね。突然の雪程度ならば抜群の性能を発揮できますが、雪国の場合あくまで緊急用と割り切った方が良さそうです。これからの冬、機会がありましたらスノーソックスを装着しての走行動画もアップできればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミニ宝塚ジーニアスの三又がお送りいたしました。またセブンスターチャンネルの登録、高評価、コメントもお待ちしております。